皆さんこんにちは。新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出を控えて運動の機会が減っていませんか？そんな時に自宅でできる体操を紹介していきます。運動する時の注意点です。4つ。1つ目が息を止めないこと、2つ目が反動をつけないこと、3つ目は痛みのない範囲で行うこと、4つ目が使っている体の部位を意識しながら行うこと。4つの注意事項、意識しながら体を動かしていきましょう。それでは椅子に座ったままできるストレッチを紹介していきます。床に座った姿勢でも大丈夫です。ストレッチは筋肉を引き伸ばして痛みやこりを和らげたり、関節の動きを滑らかにしたりします。それぞれゆっくり8個間15秒ぐらいかけて伸ばしていきますよ。1つ目は脇伸ばしです。脇腹から脇の下を気持ちよく伸ばしていきましょう。椅子に楽に腰掛けて軽く手を組みます。そのまま手を上に伸ばしてゆっくり8個、せーの、1、2、3、手のひらは返さないでそのままで大丈夫。背もたれに寄りかかるとリラックスして体が楽に伸ばせます。はい、ゆっくり元に戻ります。2つ目は体ねじりです。体がねじれるのを感じながらストレッチしてください。椅子の真ん中ぐらいに座り直して足を組みます。上になった足の方に上半身をひねってください。そのまま息を止めないでゆっくり8個、せーの、1、2、3。後ろに回した手は背もたれの上に乗せてしまっても結構です。4、5、6、7、8、ではゆっくり元に戻ります。足を組むのが大変な方は揃えたまま上半身をひねっても結構です。反対側も同じようにストレッチしてみましょう。3つ目は膝裏伸ばしです。膝の後ろから太ももの後ろ気持ちよく伸ばしていきますよ。椅子に浅く腰掛けてください。落ちないように座面をきちんと捕まって片方の足、かかとをついて膝を伸ばします。伸ばした足はつま先が天井、天井に向いたつま先の方に向かって顔を少し近づけてみましょう。膝の後ろ、ももが伸びているかと思います。ゆっくり8個、せーの、1、2、3。膝はまっすぐにならなくても伸びるところまでで大丈夫です。痛みがないように伸ばしていってください。はい、ゆっくり元に戻ります。反対側も同じようにストレッチしてみましょう。いかがでしたか？紹介した運動を日常生活に取り入れて活動的に過ごしましょう。外出をするときには3つの密、密閉空間、密集、密接を避けてくださいね。大変な時期ですが、上手に気分転換をしてみんなで乗り切りましょう。